若輩よ、帝徳坊の敵するは帝府、あざ名は徳坊、元は周軍の役人であった。その後孫家の長孫権に妻を買われて配下となる。黄巾の乱が起きると孫権と共に参戦。その最中で主を支え乱を鎮圧せんとしていた。あら、孫権殿はこの戦に勝てると仰せだ。しかし果たしてその根拠はどこにあるのか。思えば我が輩が参陣した時もそうであった。孫権殿は応用にただ我が輩を信じてくれた。ならば我が輩もあれこれと考えはするまい、真には真で答え戦うのみ。郊外や関東ら弱輩には任せておけぬ。我が輩が敵主会張角の首を取ってくれようぞ。殿、ご覧あれ。前に見えるは黄巾の一味。温泉前の良い肩慣らしになろう。行くぞ。敵を残らず打ち払うのだ。黙らせてやろう。こんな風にな。お前ら黄巾島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。手本を見せてやろう。いや、やべえ、さっさと逃げるに限るぜ。心に刻め。ここ。ん？いや。敵将、我が輩が討ち取った。帝府殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。何者だ。心して聞け、黄巾の兵らよ。我が輩は帝徳坊、民を惑わす弱輩張角を成敗しに参った。黄巾の軍を釣り出す。まずは眼前の敵を派手に蹴散らすぞ。と見た。このとも守備を固めよう。黙らせてやろう。
フ殿、電気が違うとはまさにこのことよ。なんて強さだ。もっと味方を呼んでこい。よし、このまま敵兵を東卓にぶつける。その隙に我らは聴覚を撃つぞ。ほう、わしと同じことを考える者がいるか。なんじゃ。政府殿、黄金刀の領袖聴覚を撃つ。我らの力を見せつけてやれ。見よ、これぞ天より授かりし。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。当天すでに死す。当天まさに立つべし。はっ、本部ども、天の奇跡を見よ。天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。おお、天よ、我に力を授けたまえ。その天の獣め、老子が苦しむよ。天はお許しにならんぞ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。ふん、官室に逆らおうなどとするからだ。いやはや、よし、イケイケどんどんってな。やはり董卓は官室に背く。董卓のいる宮城を守っている長領か。曹操はすでにあの中にいるようだな。怪しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はっ、他の見張りにもそう伝えます。
ゃ先には進めねえぞ。少しはできるか。面白くなってきたぜ。こっちが不利か。活躍すれば目立ちそうだな。二人ともここは通さんぞ。我が輩の凄い一筋縄ではいかんじゃ。門番の役割を果たせなかったか。董卓殿、お許しあれ。黙らせてやろう。董卓がいるのはこの先か。ようやく調査に帰ってこられましたの。いや、みな、な。これはテーフ殿。調査に戻られるとの知らせは伺っておりました。挨拶はいい。周遊、孫権殿がお呼びだ。董卓の戦王は聞き及んでおろう。それに対する備えを話し合わねばならん。分かっているだろうが、無用な策を剣ずるなよ。今は時勢が読めん。道を誤てば孫家の行く末も危ういものとなろう。お言葉ですが、無用か否かは殿が判断なさること。それに殿は私をお呼びになったのです。何も策を述べねば呼ばれた意味がありません。テーフ殿のおっしゃる通り、今は時勢が読めません。黄巾の乱が静まってなお天下は混迷しています。今この乱世において孫家はどう進むべきか、共に良い知恵を出しましょう。ふん、生白い若造が何を抜かす。戦は机上の談論ではない。頭で思い描いたことがそのままなると思うな。
それもまた承知しております。今は歴戦の勇士テーフ殿の経験が頼みです。まったく口の減らぬ男よ。大変です、テーフ様。何事か。牧海大主炎章様の名で激文が発せられました。奸賊董卓許すまじ、心ある者は楽陽に集い、これを討つべしとのこと。いささか早いが、孫権殿の読み通りか。周囲来るがいい。未熟な策を笑われる覚悟が。はっ。孫権殿、炎章から激文が発す。仕留めれば空にことかかるな。狩りはもう十分であろう。孫権殿。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり董卓を討ち果たすのだ。行くぞ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。西の用心場で孫権軍が囲まれておる。一刻もこの先で董卓軍が道を塞いでおるのだ。奴らを倒す。貴様、腕には自信があるのだろう。と董卓軍はこの見ておれよ。
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。孫権軍に兵糧を届けるまではやられるわけにはいかんのだ。用心城へ兵糧を運ばせるわけにはいかん。絶対にここを通すな。比べて我らは貨幣、勝利を得るには一気に敵本体を叩くしかない。手本を見せてみるから突っ込んでくるとは。連合軍は戦を知らぬらしい。己の役目も果たせぬとは無念。敵軍団が敗走していくぞ。我らの勝利だ。ありがとうございます。私たちはこの先の用心城へ急ぎますね。この勝利我が戦績に加えん。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。おお、ゆなんだ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。連合軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。火竜様がいる限り誰も通さねえ。群れ寄って止水艦と五郎艦を抜けると思うな。行くぞ。見ておれよ。この勝利我が戦績に加えん。おう、お前の戦並大抵ではないな。放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。
行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。雑魚どもが、俺を楽しませてみろ。フォロー感を抜けば落葉は目前なのに、よりによって騎士にロフが守ってるとは。黙らせてやろう。やめろ。おはよう。フォロー感絶対に破らせんぞ。上域からの攻撃で連合軍を一掃する。我が部にかけて五郎冠を死守せん。いざ超噴煙と勝負せよ。五郎冠が開いたぞ。どうなってる。なんという部下、敵ながら感服するほかない。董卓すら打てぬ輩に負けると、次に会ったら命はないと思え。おお、あの呂布を倒すとは。この勢いで洛陽を攻めましょう。これ以上は耐えられません。王政様、私はここまでです。この勝利、我が戦績に加えん。いいぞ、その調子だぜ。行くぞ。身のほど知らずのクズどもが、わしの主治に不倫の邪魔はさせんぞ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者、進軍開始。
門前に妨害策が設置されています。勝者の進路を妨げているようで。援軍が到着しました。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。貴様、孫権の、どいつもこいつの監視のためなどと己の欲から目を背け、大義を振りかざしおって、くだらんアホどもめが。物は言いようだ。我が輩にも孫権殿と共にささやかな楽土を作る。孫家の調査の者らのそのために我が輩は戦うのだ。やかましい。貴様らの欲など、わしの欲を邪魔する奴は皆殺しよ。形も残らぬほど切り刻んでくれるわ。黙らせてやろう。目障りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。楽よなんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。役賊董卓を打ち払い、楽よを奪還した。連合軍の大勝利よ。皆勝ちどきをあげ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。董卓を討つことはかなわなかったか。関心董卓は倒れた。これでひとまず天下は静まるであろう。ご苦労であったな、孫権。お前の優先、私も聞き及んでおるぞ。はっ。しかし呂布が董卓を裏切るとはな。いささか拍子抜けよ。董卓はこの燕本所自ら討つつもりであったもの。時に孫権、お前を呼んだのは他でもない。今後のことについて話をしようと思ったのだ。董卓が倒れ、連合軍は解散となった。だが各地へ戻った諸侯に不穏な気配がある。これを捨ておけば第二第三の董卓が生まれよう。帝をないがしろにし、天下を欲しいままにせんとする輩が。特に演術などは私に含むところがあるようだ。
そこで仮に、いや万が一だ、その時はこの円本所に着くのだ。悪いようにはせんと約束しよう。孫賢殿、炎章は何と？いざという時に組みせよと、要は配下になれという誘いだった。なんと、炎章め、何をもってそのようなことを。無論これよりの騒乱のためであろう。董卓の騒ぎで各地の軍友は目を覚ました。天下とは力で手が届くものだと気がついたのだ。ならば董卓を破った我らの武を頼むのは道理よ。なるほど、目立ちすぎる。でもよ親父、炎章についてるわ。ああ、誘いは断ってきた。炎家の争いに俺たちが加わる理由も必要もない。それより皆の意見を聞きたい。あの玉璽をどう。あれですな、まったく厄介なものを拾ってしまう。玉璽ってのはそんなに大層なもんなのか。かつてかの右王が宮廷という聖堂の叶えを作った。それは王権の証とされ歴代の王朝に引き継がれた。だが宮廷は秦の時代に失われた。その後代わりに作られたのがあの玉璽だ。すなわち玉璽を持つ者こそ天命を受けし王、天下を統べる資格を持っているのだ。じゃあそれが父様の手にあるっていうことは。父上、危険です。もし父上が玉璽を持っていると世に知られれば。いいじゃねえか、ケン。玉璽を持ってる親父が天命を受けてんだろ。だったら親父が天下を取っちまえばいい話だぜ。兄上、そんな無茶な。勢いだけで言ってるでしょう、作兄様。ちなんだよ二人とも。それに玉璽が他の奴の手に渡る方が危ねえだろ。それは確かに、董卓のような者が現れないとも限りません。うん、今は俺が持っておくのが最善か。危険ではありますが事前かと。わかった。みんな玉璽のことは忘れよ。さて戦は終わったのだ。俺たちも帰ったら炎術のもとへ向かう。何でも俺に話があるらしい。さっきの炎章の話の後だ。何やらきな臭いがな。この騒乱の中伝国の玉璽を得るとは、孫賢殿にはまさしく天命があるか。だが孫賢殿はそれを我が輩らに諮った。その上で玉璽を掲げることをしないとおっしゃった。また会ったな。これから調査に戻るか、孫賢。ああ、そうそうよ。いろいろと世話になった。礼を言う。それはわしのセリフよ。ところで、炎章の誘いを断ったそうだな。おお、耳が早いな。お前にはどう聞こえた？賢明な判断だ。あの者にお主は漁船。意外だな。
お前と炎章は窮地だと聞いていた。窮地だからこそよ。人の再感は情ではなく断りにて測るもの。わしの身には炎章よりもお主の方が大気に移る。尊敬よ、これより天下は戦乱渦巻く時代へと踏み入れる。おそらくは炎術と炎章の衝突が呼び水となろう。さっきアーは言ったが、炎章はやはり窮地。わしは当面炎章に組する。願わくはお主とは戦いたくないものよ。わかった、心に留め置こう。ではさらばだ孫権、互いに生きていればまたどこかで会おう。炎術には気をつけるのだな。どういうことだ。いずれわかる。くっついたな。ここに炎術がいるか。しかし迎えもよこさぬとはいかなる了見か。まあ気にすることはあるまい。皆長旅で疲れているだろう。炎術への挨拶は明日にして、今日は休むとしよう。今何か音がしなかったか。何者か。このような時間に失礼。下級にて要件だけ申し上げます。間もなくここに賊が押し入ります。急ぎ支度を。なんと、どういうことだ。説明している暇はありません。さあ早く。孫権を捕らえろ。他の者は殺して構わん。玉璽だ、玉璽を奪え。玉璽が目的か。よもや。まあよい、まずは敵兵を蹴散らすぞ。もう敵に制されてはまずいか。よし、俺たちはここの守りにつくぞ。なんだこいつら、強すぎる。高等の虎、孫権殿ですな。賊のことを知らせてくれたのはお前か。感謝する。は、恐縮です。ロシク、ロシクではないか。
あなたは周遊殿。そうか、孫家に仕えていたか。殿、この者は私の知己、信頼できる男です。改めて露子敬と申します。今は炎術殿に仕える身です。そして先ほどの賊は炎術殿の私兵です。なんと、炎術殿がわしらを、いや殿を狙ったというのか。おそらく狙いは孫権殿が持つ伝国の玉璽、それを奪うため賊を装った兵を差し向けたのです。玉璽だと？どこからか話が漏れたか。玉璽を拾うところ、誰かに見られたのかもしれませんな。ことは先ほどの襲撃だけではありません。炎術殿は孫権殿の奥方をさらい質に取っています。なんだと。嘘、母様が。我が主ながら卑劣な策です。感化できずこうしてお伝えに参った次第です。己炎術、ただでは済まさんぞ。ああ、絶対許しておけねえ。てめえが何をしたか思い知らせてやるぜ。二人とも落ち着くのだ。軽々に動けば御母堂の命が危ういぞ。露宿と言ったな。重ねて礼を言う。ついでと言ってはなんだが、頼みを聞いてくれるか。今すぐ炎術と話がしたい。部室に入り込む手引きをしてくれ。は、喜んで。殿、お一人では危険です。わしもご一緒しましょうぞ。なあ、こら、お前だけ目立つな。殿。バカ者、敵中に忍び込むのだ。目立ってどうする。友は一人でいい。他の皆はここで待っていてくれ。孫権殿、炎術の動きを察知できず申し訳ない。しかし下に恐ろしきは玉璽か。炎術のごとき矮小の輩をも動かすとは。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。だが目標は決まった。いざ進軍開始。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。このどもかかれ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。おのどもかかれ。目標は決まった。いざ進軍開始。今日は決まった。いざ進軍開始。わしが相手をしてやろう。光栄に思うがいい。王国はまだか。孫権さえ捕らえれば玉璽はわしのものになるのだ。おお、ようやく来た。孫権。炎術殿に置かれてはご壮健なようで何より。我が妻がこちらで世話になっていると聞いた。一言お礼をと思い、まかりこし、ま
待て、お前は何か誤解している。おお、誤解とは。主演、そう、主演だ。我が妻が主演を開こうと言い出してな。それでお前の妻を招いただけ。それは結構。ならばすぐに帰ってくると思ってよろしい。うん、もちろんだ。後でそっち。そう言われて俺がおとなしく引き下がると思うか。演術よ、玉児が欲しければ代わりに妻を返せ。傷一つつけてみろ。涙の粒一つ流さ。ふふ、武を頼みにすごむか。それではこの乱世をしのぎきれぬと知っておろう。高騰の虎よ、ここは一つ取引と行こうぞ。わしは近く紀州の異母系本性炎章と私有を決するつもりだ。その時そなたは奴ではなくこのわしに組みせよ。わしが炎章に勝利した暁にはそなたの立身も栄達も望むままにしてやろう。ゆえに今はさじに肯定せずわしと組むのだ。欲事もよこせ、味方もしろ。さらには妻をさらっておいてさじと言い放つか。演術よ、何その何様かになろうというのだ。わしはそなたとて孫家の安泰は望むところであろう。ならば今誰と組むべきかは。くだらん駆け引きだ。だがそのくだらなさの中に現実もある。今はお前の言葉を入れておこう。ただし次はない。俺の家族に手を出したらただでは済まさん。血をまさぐることの恐ろしさを知ってもらう。良いな炎術殿、俺はお前に組みするが、それだけは忘れるな。うん、分かった。奥方はすぐにそちらへ返すよう手配しよう。そなたやお命令通り炎術に玉児を渡してきた孫賢殿。ああ、玉児などいらん。妻が無事に戻ってくるなら喜んでくれてやろう。いやはや、全く殿らしい。しかし炎術は玉児をどう使うつもりか、いささか気にはなりますの。でも母様が無事で本当によかった。ご母道は今疲れて眠っています。母上は気丈ですが、やはり気を張られていたかと。しかし炎術を脅して譲歩させるとは、どちらが質を取っていたのか分かりませんな。やっぱ親父はすげえぜ。何倍も兵力がある炎術を。いや、まんまとやられたさ。玉児も取られ、炎章との戦いにも巻き込まれた。致し方ないかと。どのみち天下の騒乱と無縁ではいられますまい。炎術は城陽を攻めろと言ってきたのでしたな。いよいよ炎章との戦端を開く腹か。城陽か。炎章と同盟を結ぶ劉表の勢力下ですね。まずは背後を抑えようということでしょう。父上、ここは私たちにお任せください。父上にばかり。おお、言うじゃねえか、ケン。当然俺も行くぜ。いいだろう、無事。私も行くわ。孫家のみんなのためだもの。サク、ケン、翔子。よし、分かった。では、俺はそろそろ行きます。孫家の武運を祈っています。ロシク、世話になった。改めて礼を言う。よかったら。もったいないお言葉です。ですが
炎術は今回の俺の行動を許さないでしょう。一度姿を隠そうと思います。いつかまたお会いできたならその時は。ああ、わかった。いつか共に靴輪を並べよう。ええ、周遊殿もお元気で。ロスクか、いいやつねえか、気に入ったぜ。ああいう男と共にかけたいものだ。よし、では行く。この地は我が輩が制した。でもよ、本当に良かったのか親父。炎術なんかに手を貸しちまってよ。サク、お前も言っていただろう。炎術を、常陽を攻めなければ俺たちが炎術に攻められよう。今は従う他にないということですね。ああ、だが炎術と炎章がぶつかれば動く気はある。今はその時を逃さぬようにするのだ。いつか父様は言ってたわね、新たな時代を築くって。俺がそんなことを言ったか。おいおい親父、それはねえぜ。まあ聞け。俺が望むのは皆の安寧だ。国や天下といったものにこだわるつもりはない。孫家は、いや、俺はあくまで官室の臣だが、己の身は己で守らねばならん。今江東五の地がどうなっているか知っているか。五は殿の故郷でしたな。今はだいぶ荒れ果てていると聞きますが。あの地には炎術や炎章のような大勢力がない。だから諸侯の小競り合いが続き、賊がはびこる。仮に俺がその騒乱を平定したとて、江東に割拠する諸侯を制し、五の地を平定する。そして力を蓄え、炎術炎章に並ぶ地盤を築く。すなわち孫悟。悪くない響きか。いやー、殿は。ああ、やっぱ親父はすげえぜ。だがそれにはまずこの戦に勝たなければな。俺たちの未来は俺たちの手で切り開くのだ。駆けよ、大式虎たちよ。流氷を打ち倒し、常陽に我らの武を示すぞ。
し、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。このどもかかれ。来たか、高等の田舎武者め。貴様らなぞわしが切り刻んでくれるわ。ひとまずあの辺りを抑えておくかの。者どもかかれ。その老頭め、わいつと引いて様子を見るか。敵将高祖めは逃げ去ったわ。さあ上陽へ向け進軍するぞ。さすがテーフ殿、電気が違うとはまさにこのことよ。この勝利我が戦績に加えん。見事な戦ぶりだ。決まった。進め。この勝利我が戦績に加えん。お見事な戦ぶりです。
地に守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。黙らせてやろう。これ以上王領の地を踏み荒らさせはせん。我が策にて打ち払ってくれるわ。目標は決まった。いざ進軍開始。やはりここを通ったか。弓兵構え、孫権軍を残らず狩り尽くせ。敵は無頼の寄せ集め。一万を狙う。偽の情報をつかませて撤退させる。このようなことになるとは、もはや引くほかあるまい。目立ってた敵はいなくなった。この調子で城陽へ攻め込むぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この勝利我が戦績に加えん。政府殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。私も前線に出たいな。父様ったら、あそこの砦で敵がいるみたい。あれを倒せば。先に加えん。やる。あなたかっこいいじゃない。酵素が
たばかりよってわしの邪魔をするとは許さんぞ。まともに戦ってはかなわんか。こうなれば我が配下に命じて孫権を。なんとお礼を言っていいか。本当に助かりました。勝利、我が戦績に加えん。デーフ殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。潰しとくか。おのれ孫権、貴様なぞにこの城与を奪われるとは。劉表様、こちらにお逃げください。逃がすか。精鋭たちよ、続き。よし、ここで防御態勢を取るのだ。虎よ、ここで果てよ。
なくして我らもなし。孫家の将兵は炎術の軍に兵丼されるか。それは嫌だな。俺は殿だから戦ってきたんだ。炎術の下につくくらいなら俺は抜けるわ。気持ちはわかる。だが孫作殿と孫権殿、そして姫様を置いてか。それはお主の道はお主が決めよう。だがまずは殿の墓前に挨拶を済ませていけ。親父、作兄様。兄上、私たちはこれからどうすれば。孫作、君が立たねば孫権殿の夢もついえるぞ。ああ、分かってる分かってるさ。落ち込んでる暇はねえぜ。剣、諸侯、親父が残してくれた夢、俺たちが受け継ぐんだ。兄上は強いですね。おう、剣、俺を誰だと思ってんだ。作兄様、泣いてるの？そんなわけあるかよ。将軍は俺を誰だと思ってんだ。俺は荒唐の虎、孫権の息子だぜ。作兄様。兄上、孫作。行くぜ、剣、将軍、親友。親父の夢、荒唐の孫悟、俺たちの手で築くんだ。殿、似てますか。ご子息らは皆ご立派に。泣くな、見苦しい。行くぞ、郊外。我が輩らにはやるべきことがある。すまん、先に行ってくれ。年のせいかの、目の前がにじんでおるわ。お主もか。宗師が簡単に泣きおって、若輩者どもには付き合っておれん。
孫権殿、虎の意志確かに受け継がれましたぞ。頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが帝府殿、このまま手をこまねいていれば炎術の勢力は拡大する一方です。おお、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを利し口頭に孫をありと天下に示すならば今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい待て。おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周遊の話にも理があると思うんだがな。理はある、だがそれ以上に熱情で流行っておる。生地再起ある若輩ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん、なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。炎術との話はついた。孫策、この先はどう動こうと君の自由だ。おい、ありがとうよ、シェイ。みんな、準備はいいか。これから、江東五の地を平定する。俺たち孫家の地盤を作るんだ。剣、諸侯、シェイ、テイフ、郊外、関東、みんなの力を俺に貸してくれ。この戦は速さが命、反撃の隙を与えず神速をもって敵陣を制圧する。時をかければ兵端でも戦力でも不利となる。戦力を集中し一息に勝負を決めるのだ。それと今日はみんなに紹介したい奴らがいる。入ってくれ。この二人は周泰と呂蒙。腕が立つんで俺の軍に来てもらった。
傭兵だ。呂使命と申す。以後お見知りおきを。陣入りか。俺より目立つなよ。それは良いが、そちらのお二方は。殿の奥方の大凶様、それに周遊殿の奥方の小凶様ではありませんか。孫作殿、お二人を連れて行かれるおつもりか。それは私も何度も聞いたのだが、本当にいいのか、孫作。まあ、二人ともついてきたいって言うしな。それに、お前だってわかるだろ、周遊。じっと待ってるのが辛いってことは。絶対ご迷惑はかけません。一生懸命頑張ります。私たちだって結構戦えるんだから。致し方なしか。ご無理だけはなさらぬよう。さあ行くぜみんな。孫家の名前天下に轟かせてやろうぜ。はい。みんな行くぜ。竜葉を倒して後藤を平定するんだ。